はい、皆さんこんにちは。セイキンゲームズマインクラフトへようこそ。前回に続きね、早速やっていきたいと思うんですけれど、前回は家の階段を作って、まあ、かなり苦労してね、しょぼっちい階段を作ったんですけど、その後、奥さん、ポンちゃんがですね、お風呂を作ってっていうところまでやったかと思うんですが、結構その後実は裏でやりまして、いろいろ変化をつけました。その家がこちら。はい、どうでしょう。いいでしょう。ちょっと豪邸っぽくなったんじゃないですかね。僕らにしては結構頑張った方です。うん、で中もね結構変えました。こうして中いきますよ、いきますよ。入るといきなり変わってますからね。せーの、ボスッと。はい、骸骨の絵を飾りました。かっこいいでしょ。右も見るとですね、骸骨の絵を飾ってます。かっこいい感じになってきました。で、ここはね、クリーパーの絵を飾りましたね。あとは前回作ってなかったここリビングっていうことで、ちょっとしょぼいんですけどリビング。ソファーとね、机です。であと家全体はこういう感じで火で照らして、少し明るい感じにしましたね。はい、あとは階段ですね。階段もね、僕全然気づかなくて、普通にただのブロックでこう作ってたんですけど、階段ブロック使えよって話でね、コメントたくさんいただきまして、そういえばそうだねと思って、こういう感じでちゃんと作りましたよ。滑らかにヒュッとこう登っていける感じになりました。で、そうすると2階に行きますと、こういう感じで、まだ2階はね、内装全然できてないんですけれど、一応窓だけ、ポンちゃんつけてくれて、こういう感じで外の眺めはね、かなりいいんですよ。山がこう一望できる感じですね。はい、で2階の反対側はこういう感じですね。こっちも窓がちょっとあって、ここは雲の絵になってますね。これいつの間にか僕知らない間にポンちゃん飾ってましたけど、雲の絵と。基本的にかっこいい家にしようということになったようですね。うん、で密かに僕がつけたのが、2階から外に出れるこのドア。出るとね結構危険なんですすぐ1ブロックしかないからちょっと失敗すると落ちるんですけど、なんとなくねこうベランダに出たいなと思ってドアをつけたんですよ。でこう出れるんですよね。いい感じだ。あ、そしていつの間にか今ねポンちゃん何やってるかというと、家の前をかなり整地してくれて、畑をとりあえず作りたいんですよね。練習編で作った畑よりもしっかりした畑にして、いろんな食物を育てたいと思っています。はい、今ねこれ家の前に来てるんですけれど、すぐ外、家を出て右側ですね、ここに今ポンちゃんが畑を作ってくれています。でいくつか畑をね作りたいなと思ってこれから作ります。練習編よりいい畑にしないといけないからね。ここだね、こうですね。まあこういう感じで囲ったら、ですね、僕よくわかんないんで、ポンちゃんのやつを参考にしましょう。こういう感じか。なるほど。3-3で真ん中1列開ける感じだね。これでいこう。では、土を埋めようか。こうですね。お、できたできた、いいねー。もう早速草が生え始めてるね。まあ草が生えちゃダメなんだけどね。あら、これはちょっと待って、あれバケツ置いてったんだけど、これでやれってことですか。うん、あ、なるほど何にも言わないでバケツだけね、男らしく置いてったけど、シャッ、これを使えみたいなねこれを使って、じゃあ真ん中に水流せばいいんだ、これね。オーケーオーケー、よしよし、オーケー。じゃあ向こうでちょうどね、水があるんですよ、ここいいとこにね。なんていいとこなんだ。この水をじゃあ、すくっていきましょう。ほい、ああ、こうか。よし、これすくえた、あ、オーケーオーケー、すくえた。これでじゃあ水をこれ流せばいいね。ほい、おお、いいね。これ何回やんないとダメかな。止まればいいんだ、水が。もうちょっと行きましょう。じゃあ水をもう一回流して、もう一回かな、3回ぐらいは寝たの。
まだ流れてるな。こうなんないといけないんですよね、こういう風にね。あれ、あ、やってくれた。お、あ、なんか止まった、流れが止まった。お、なんかちょっとこぼれてる。お、できた。あれ、なんでできたんだろう。ついにできました。僕のところもちゃんと水がね、溜まりましたよ。オッケーオッケー。お、また男らしくなんかくれたんですけど、これ桑を使えってことですね。これは畑を耕せということで向こうに去っていきましたけど、まあ僕ちなみに桑は持ってんだけどさ、まあせっかくくれたから使いましょう。これで耕せばいいのか。じゃあ耕してみよう。実際ね、僕練習編の時全然畑作んないで、もう全てポンちゃんに任せてたから作り方がよく分かってなかったんですけど、やっぱりクリーパーいるから気をつけて。あっちね、あのすぐ近くに洞窟があるんですよね。だから下からクリーパーとかゾンビとか出てきちゃうんですけど、気をつけつつやろう。よし、耕しました。あとは、あとどうすればいい。あとは、ポンちゃんの方を見るとこういうふうに松明をつけてるので、じゃあこれをパクってね、松明つけましょう。こういう感じで、うわ、お、豚が来た。松明をつけてね、こういう感じで、こういう感じ、大体、まあ、まあ、こんな感じかな。オッケーオッケー、いいんじゃない。ほら、もうこれで畑が2つできましたよ。まあとりあえずこういう形で、畑が2つできたので、やはりね、早速作物を植えたいんですけれど、なんか噂によるとゾンビを倒すと、人参とかじゃがいもとかそういうの持ってるらしいんですよね。毎回じゃないかもしれないけど、時々そういうの落とすっていうことで、それを取りに行って、ここに植えたいですね。あとはなんかこうスケさんの骨、骨を骨粉にしてまくとすごい育ちがいいっていうことなので、それもやってみたいなと思っています。さあ夜になりました。やっとねこれで敵が出てくると思うので、やつらゾンビを倒して作物を手に入れましょう。おっ、おー、来た来た来た、よし、ポンちゃん行け。よーしいいね、ちょっと慣れてきましたね。で、家の周り本当はね、もっと脇潰ししなきゃいけないんですけれど、それは徐々にやっていきたいと思っています。ただ敵が出てきたね。なんか落とした？さっき落としてない。あー、あの辺にもゾンビがいる。そんなに大量に出てくるわけじゃないんだな、敵は。意外と出てきてほしくない時に限っていっぱい出てくるんだよね、これ。僕はどこにしましょうか。あ、やられてる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 。大丈夫、うん、左上と、右の頭の方と、あと足、右足にも刺さってるけどまあとりあえず食料食べてね、なんとか直しましょうまあいいや、ちょっと2人で行こうよ。ちょっと2人で早い早い早い。あれ何、スケさん倒す感じだな。骨粉を手に入れるために。うわー、いいよ。どう、手に入った。手に入った。手に入った。 OK、 いいね。ちょっと僕も倒したいんですけど、ちょっと、あ、あれ、なんだあれ、あ、なんか防具つけてる、防具つけてる、すげえ。やってやって、何これ、オッケーオッケー、ま、ああ、ちょっと待って、これはね、こういう感じで、いい、出て、間違えた間違えた、出て出て、うお、はい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 、よし、倒した、オッケー。はい、正金頑張りました。うわ、二人とも弓矢だらけになってるけど大丈夫？ほら、すごいことになってますけど、まあいいよね。よし、あ、なんか手に入ったよ、ほら。何？ほらほら、パンツみたいの、パンツ、パンツで手に入った、ほらほら、革のパンツ、やった。ちょっと待って、革のパンツ後でゆっくり履こうどうやって履けばいいの。あ、これをこうすればいいの。あ、履いた。どう、いい、いいでしょ、ほら、いい、なんておしゃれなんておしゃれな革のパンツね。え、なんでズボンだけ色違うんだよって話だけどね。上ジャケットでちょっと下紫のパンツみたいな
いやーやったやった。しかも骨も手に入ったよ。うん、うん、ちょっともうちょっと敵倒そうか。あ、パンツを履くとあれが追加されるんだ、あのハートの上に防具みたいなね、うん、そういうことですね。あ、あれゾンビいるのかな、そこ。うん、オッケー、ゾンビ倒しましょう。どんどん作物を取りましょう。なんか前より敵が出なくなった気がするんだけど、少しあれかな、家のあそこ明るくしたからかな。そんなことはないよね。なんかね、もっと前はすごい敵出てた気がするんですけど、あんま出なくなったな。あ、いた、あいつを倒すぞ。おい待ってろよゾンビめ。やべ、雲が来た、やべ雲が来た。雲か、お前なんか余裕だよ。余裕ではないらしい。やべべべべべ、ちょっと雲意外と倒しづらいね。あ、ゾンビ来た。オッケー、来たな。ほいほい、すいすい、オッケー。特に作物は手に入ってないようだ。あ、クリーパー来てる。どうして？クリーパー2体来てます。いらっしゃいクリーパー。トゥアー。あ、ちょっと待って、やめよう。じゃあちょっと待って、オッケーオッケーオッケー。階段降りて、あ、階段降りておびき寄せまーす。紫の革パンツマンです。来てる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 けど、俺これ逃げらんないけど、多分ここまで来ちゃう。うわ、やべ、今度スケルトン来てる。やばいやばい、ちょっと待って、やばい、やばいやばい、死ぬ死ぬ、ちょっとやばいやばい、あー、やばい、あぶれ。あ、てか死にそうじゃん、もうやばい、走れない走れない。ちょっと待って、ご飯を食べないと、ステーキを食べないと、やばいやばい、ちょっと、あ、危ない危ない危ない、あ、危ない。うわ、雲が来てる雲が来てる。今僕にとっては雲もやばい。ちょっと待って、一旦逃げます。HP がないんだ今。ちょっとどっから入る、入り口がわからん。よし、ここだ。 OK、 一旦家に逃げます、私。うっ、うわ、危ない危ねえ、危機一髪だ。ちょっと気をつけてないと食べるの忘れるんだよね。よし、回復したのでもう一回行きます。で、今ポンちゃんかなり湧き潰しやってくれてますね。かなり明るくなってきた。確かに家の前だけはあんまり出てほしくないもんね。で、じゃあ裏に奴ら倒しに行くとかはありですね。あ、あそこにいるのスケさんかな。スケルトーンいるかな、あそこ。よし、私もたまにはね、勇敢に戦いましょう。コップを手に入れるんだ、お前の骨を、スケルトーンの骨を。ちょっと雲、雲、雲、やばいやばい、スケルトン戦いづらいんだよな、これ。ふっ、よし、オッケー。またいる？まだいる、どっかから撃たれてるんだけど。あ、痛い痛い痛い。おい、結構食らうな。よし、危ない危ない、戻ります。今なんかまたね、変なゾンビがいたってことで、私行きますよ。うわ、ほんとだ、すげえ、なんだこれ。え、これもしかして手に入るかな。いや、羊はいいから。よし、うわ、すげえ、これいいんじゃない。なんか網やみのやつ来てるよ。え、メッシュ生地ですか。うわ、強え、やっぱり強い、全然倒れない。ほら、よし倒した、オッケー。手に入んなかった。あ、特にもらえず、あー、くそー、もらえなかったよ。なんだろうね、なんですかね、あれ。メッシュ生地のスポーティーな感じの服ですか、あれは。はい、ゾンビ見つけました、ゾンビ。何やってるこいつは。よし、ゾンビ倒しましょう。おい、ゾンビ埋まってんのか、お前は。ほいーそいー、やばいやばい、僕も沈んだ。なんか落としたかな。それにしても手に入んないね。皆さんご覧ください、あそこに金のゾンビがいた。あいつを倒そう。ゾンビじゃないか、スケルトンか。スケルトンだ。いや、あ、金のパンツ、やった、金のパンツ、ゴールデンパンツマンだ、これで。やったついに紫パンツマンからゴールデンパンツマンに変身します。あ、紫パンツいつの間にかなくなってる。うっ、あ、やべ、クリーパーが来てる。オッケー、ちょっと一旦逃げます。クリーパーが来てる。外での着替えは危険だね。よし、見て、金のレギンスって書いてあるよ。レギンスかよみたいな。どうですかこれ、金のレギンス。最近です。
それにしてもね、ゾンビからドロップするのは結構レアみたいですね。なかなかドロップしないよね。なんとですね、ポンちゃんついに人参を手に入れたらしいです。どこに行った？まあいいや、とりあえずね、人参はゲットしました、1個で、私ね、あれなんですよ、今弓矢を初めて習いまして、これで倒せるらしいんですよね。これ L2? あ、こういうこと？お、お、ほい、クリーパー、近い近い、ちょっと待って、近い近い、やばいやばい、あー、ちょっと待って、やばい、まいったな、こりゃ家の前穴開いちゃったよ。まあいいや、これ朝になったら直そうか。よし、あのゾンビを狙い撃ちだ。ほい、はっ、お、いいね、当たった当たった。あ、でも気づかないで全然違うとこ行った。やべ、あ、もったいない、一本無駄にしちゃった。ゾンビを倒します。ほい、お、いいね、弓矢最高。弓矢の名人になろうかなって思ったね。激しい戦いになってるね、ここも。クリーパー来てる、まずい。どこ、うわ、やべ、うわまずね、視点が力みすぎて視点がおかしくなんだよね。あ、こいつもヘルメットかぶってるぞ。あ、よしよし、いいよほら、ゾンビ2体も来てる。はい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 、ゾンビザビーザビー、オッケー、どう、なんか動きが鈍、あ、やばいプリケツになってるから、やばい、エンダーエンダー、ほら、エンダーエンダー、ちょっと待って、エンダーやばいやばい、エンダー来てるから、ちょっと待って、やばいよ、ちょっとエンダー来てるっていうことはこれやばいですよ。ちょっと一旦押し取って、プリケツになってるから落ちないんだ、穴に。ちょっとやべえ、ね、エンダーいるからちょっと逃げよう。ああ、来てる来てる、助けて、オッケーよし、弓矢には弓矢で対決だ、どけ、よし、任せておけ、いいよ、ちょっとポンちゃん、どいてろ、任せろ、私がスケルトン目、おら、やばいやばい、おっ、さ、お、倒した、さすがスケルトン、弓矢はうまいな、あいつもなかなか。あ、やばい、私私落ちてる落ちてる、まずい、やべえ、あ、いたいたいた、ゾンビだらけだ、ここ、いいよ、あ、チビゾンビいる、やべ、気をつけないと、やべやべやべ、これ敵がやばい、やべ、頼むぜ、じゃがいも、じゃがいもよこせ、じゃがいも、出たよ、え、早く、出た、出たらしいです、ちょっと待ってください、ついにじゃがいもが、どこ？こっち？うん、家の、ゾンビ倒してる、お、あった、ほんとだ、じゃがいもが出てる、皆さんご覧ください、夢のじゃがいもをゲーッと、よし、ゲットしました、じゃがいも、やったー、やったー、よし、長い戦い終わりだあー、よかった、いやー、ついに手に入りましたよ、苦労して、人参とじゃがいもで、あと骨も結構手に入ったので、これをまず骨粉にしよう。骨粉はね、これだったっけな、あ、オッケーオッケー、これめちゃめちゃ骨粉になってきたよ、これ、オッケー、じゃあこれ人参を植えます、はい、これでいいのか、オッケー、とりあえず3つ植えました。いやー、苦労したな。じゃあこっちにはじゃがいもを一つ植えましょう、はいじゃあ骨粉をまけばいいんですね、あとはここに骨粉、こういう感じ、うわ、これでいいの、はい、これ育った感じ、もう、おお、 OK、 育ったらしいです。じゃあこっちも育てよう、すげえ、こんな早く育つんだ、ほいほいほい、もう一回いくかな、はいはいはい、おー、すごい、これでもう確かに人参がなってるっぽいね。じゃあこれを収穫しましょう、ほい、おー、人参がいっぱい出たかな、これ、お、増えた増えた、9個になりました。で、これでまた植えればいいんだ、こうして、こういうことね、で、骨粉をまいて、
はいはいはい。2回ずつぐらい巻くとね、多分これなるのかな、人参に。下がね、こういう風に黄色くなってくるともう実がなってるってことですね。こうして収穫して、おー、これは早いね。じゃあ僕はじゃがいもを、おし、オッケーオッケー、じゃがいもを増やしましょう。これで骨粉を、ほい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 、よし、じゃがいもも増えてきましたよ。うう、いやー、予想以上にね、じゃがいも取りに苦労しましたが、なんとかじゃがいも畑と、人参畑が完成しました。いやー、大変だった。また次回も頑張ります。それではまたお会いしましょう。 See you next time。僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ、そして随時最新情報を更新しているセイキンのツイッター、動画概要欄にそれぞれのリンクがあります。お気軽にチャンネル登録、フォローをしてみてください。